佐藤知事を表敬訪問したのは、パリオリンピックのフェンシング団体でメダルを獲得した県出身の敷根貴大選手、江村美咲選手、そして上野優香選手の3人です。大分の皆様には毎年サーブルは特に合宿を開催していただいてお世話になっていたので、こうやってメダルを持ってまたご挨拶に伺えたことをすごく嬉しく思います。佐藤知事は4年後の大会では個人団体ともにメダル獲得を目指して頑張ってくださいと激励していました。3選手には明日大分市で開かれる祝賀会で県民表彰などが贈られることになっています。